演舞開演。どうも皆さん、こういう風に動画撮るのって大変ですよね。動画を撮って編集して、ちょっと短いものにするには相当な苦労がかかります。でもそんな短い動画を一瞬にして、いや一瞬っていうのは言い過ぎですが、ものすごく手軽な方法でアップロードできるアプリがあるんです。それがこちらのアプリですね。名前はミュージカルリエ、まあ何はともあれ、まずは使ってみましょう。起動しました。最初はここに登録をするのですが、自分はすでにしていますのでこのままいきます。撮影画面に入るとこのように表示されます。で、このままだとこっちのカメラは撮れてないので、インカメラを使って撮っています。このようにやって、ここを長押しすると撮影が始まります。撮影が始まりました。ここで何かやるわけした動画はもちろんアプリ内に。撮影が終われば、投稿の有無を選べます。もちろん投稿しますよ。現在投稿中です。カテゴリーを選択して、それの完了を押せば、このようにシェア画面ですね。もうこれ時点です、この時点で投稿はされているんですが、さらに SNS でシェアします。インスタグラムでシェアします。インスタの投稿は通常通りやります。はい、お手軽にやることができました。これでもう動画が公開されています。お手軽に使えるアプリですので、どうか皆さんもぜひ使ってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。